そう。君はもうバッチリ筋肉育てたかい？たっぷり追い込んだ君も、まだまだの君も、筋肉の喜びに視点はない。一緒に筋肉を分かち合おう。まずは筋肉の名前の確認から、いってみよう。マッチョマン、It's my song、 格言。マッチョマン、It's my soul、 冒険。マッチョマン、It's my show、 暗記。マッチョマン、It's my大狂気。 OK、 引き締まったその上半身で、ダンバイセンス、天使が翼を広げたみたいに、バッタースペイン、ナイスポーズ、見せて完璧なそのプロポーション、 Yes I just、 エクセレント。ところで君のお腹の筋肉、一体何個に割れてんだい？30分以内にタンパク質だ。チームお疲れ様でした。ありがとうございました。あ、すごい楽しいですね。楽しい本ですし、勉強にもなりますし、自分が筋肉トレーニング20年ぐらい前から運営しているので、この本を読んで勉強になったことも論考期間もあったのですごく勉強になる、誰にでも勉強になる本ですし、面白いですね。またとても楽しく読ませていただいています。例えばこの歌手、この曲のエンディングの歌手の石川愛乃さんはすごく好きで、音楽をそこまで早口で歌えるというのはすごいリクエストで踊る早いからなんか何でもできちゃうなと思うぐらいいい、すごくいい作品というのだと思います。すごい小説に石川斉藤さんに僕はどれだけその声が好きなのかというのを表せるので、すごくその日が来ると思わなかったんですけど、なんだっけ、ラジオとかそういうのも声を聞くだけでもすごい楽しんでいるので、想像しやすいですね。この声とどんなキャラクターでも入り込むこともできるから、素晴らしい才能だと思いますありがとうございます。楽しませていただいてます。はい。